ミスフィットウェアラブルスはセンサー技術を役立てる装着可能な製品を設計、生産するハードウェアメーカーである。単にミスフィットの名でも知られる。フォッシュルグループに属する。ミスフィットの最初の製品は、社員と呼ばれる活動量、睡眠モニター。これは iOS と Android を通して、歩数、燃焼カロリー、走行距離、 そして浅い眠りと深い眠りの睡眠時間を含めた指標情報を提供するためユーザーの動きと活動を追うことのできるデバイスである。ミスフィットはスリードル・アイエンガーとジョン・スカーリー、ソニー部による共同設立会社である。ソニー部とスリードル・アイエンガーは以前に iPhone の医療機器を認可する最初の FDA、アイビグスターを作成した会社であるアガメイトリックスを 共同設立した。ジョン・スカーリはアップル社の前 CEO である。また、ソニーブはアップル社の代表と CEO である。ミスフィットウェアラブルスは2011年10月に設立された。社名は会社の創設と同じ日に亡くなったスティーブ・ジョブズから授かっている。ミスフィットウェアラブルスはアップル社の シンクディファレントというスローガンを初登場させた1997年のコマーシャルに奮起された。さあ、ここにぶっ飛んだものがあります。ミスフィットのです。反逆者です。トラブルメーカーです。まさに四角い穴にはまった丸い杭です。ミスフィットウェアラブルスの最初の製品、社員は2012年、インジエゴゴキャンペーンを通じて発売された。 そのキャンペーンはわずか10時間の間に10万ドルもの利益を上げ846,675ドルをちょうど2ヶ月間続いていたキャンペーンのために募った。共同設立者たちは製品と活動トラッカーと装着可能技術の市場におけるフィードバックを得るためにクラウドソーシングキャンペーンを使用した。2012年4月、ミスフィットは 会社のシリーズ A 資金で7600ドルを売り上げた。2013年12月には、2014年に発売されると期待された製品の研究と開発に、当てたシリーズ B 資金として1億5200万ドルを確保した。シリーズ B 資金の循環は、LI 化身のホライズンズベンチャーズに統率され、トランズリンクキャピタルとコカ・コーラ社に結合された。 設立者基金、コスラベンチャーズ、ノーウェストベンチャーパートナーズ、オー、ライリーアルファテックベンチャーズ、マックスレベチャンそしてインクタンクを含む全投資者も、また、会社のシリーズ B 循環に参画していた。社員は、どれだけの浮き沈みがあるのかの動向をユーザーに与える、航空機用アルミニウムの活動トラッカーで、作られている。ミスフィットウェアラブルスは、社員の発売と同時にする、 用適合目標を追跡させるために iPhone アプリのタイを発売した。2013年12月、ミスフィットは社員アンドロイドアプリを発売した。社員はウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、そして睡眠を含めたあらゆる活動において有能である。また社員は眠りの深さを調べることもできる。社員は4分の2の大きさでリストバンド、 ネックレスとして、または、マグネットクリップを用いて衣類に装着することが、可能である。さらに社員は、水深50メートルまで耐えられ、充電も不要な作りとなっている。斉藤工事、コイン型デバイス、社員が目指す究極のウェアラブル、楽しく、ファッショナブルに。C ネットジャパン、2014年10月20日閲覧。クリスティーナ・ファー、ミスフィットウェアラブルス CEO。CE ウェアラブルスアレノットザットウェアラブル、イエット。ベンチャービット、2014年6月29日閲覧。ABC ブライアン・ドーラン、アガメイトリックス・ファウンダーズ・ミスフィット・ウェアラブルス・レイゼス7.6ドルミリオン。モビヘルス・ニュース、2014年6月29日閲覧。スコット・カーズナー、フォーマー・アップル・チーフ・エグゼクティブ・バックス・ミスフィット、ウェアラブルス、ニューヘルス・センサー・スタートアップ。 boston.com 2014年6月29日閲覧。abc ダンムンロミスフィットアッツシャインツーはア,アラブルヘルス。フォーブス2014年6月29日閲覧。abc サミュエル・ギブズミスフィットシャインフィットネストラッカーレビュースモールパーフェクトリーフォームド。ザ・ガーディアン2014年6月29日閲覧。 Abcde リズガンズミスフィットウェアラブルスレイゼス十五点二ドルエムオンバックオブシャインイーブンアズファウンダーディスミススアクティビティトラッカースオールシングス d 二千十四年六月二十九日閲覧 ab キムマイカトラーミスフィットウェアラブルスファイナリーローンチズアンアンドロイドアップフォーイッツアクティビティトラッカーザシャイン。A, B, Kim. テッククランチ、2014年6月29日閲覧。ザック・ローゼンバーグ、ホワッツ、ザ・シークレット・ツー・メイキング・ウェアラブルス・ザット・ピープル、アクチュアリー・ウォント。ワイヤード、2014年6月29日閲覧。a b キム、マイ・カトラー、ミス・フィット・レイゼス15.2ドル、エム・フロム・エル・アイ・カシン、S ・ホライズンズ・ベンチャーズ・フォー・イッツ・アクティビティ・トラッカー、ザ・シャイン。テッククランチ。 2014年6月29日閲覧。クリス・オブライエン、CES2014、ハードウェア・スタートアップス・アレビッグ・アット、コンシューマー・エレクトロニクス・ショー。LA タイムズ、2014年6月29日閲覧。ABC、ミスフィット・シャイン、アン・エレガント、ワイヤレス・アクティビティ・トラッカー。インディー GO GO ・5ー2014年6月29日閲覧。AB ・キム。 マイカトラー、ミスフィットウェアラブルス、ザ・スタートアップ・フロム・アガメトリックス、S ・ファウンダーズ、フォーマー・アップル・ CEO ・ジョン・スカーリ、ー、レイゼス7.6ドル・ M。テック・クランチ、2014年6月29日閲覧。ジョン・カー・ペンター、ウェアラブル・デバイシーズ・アレグ・ローイング、オン・アス、リガードレス・オブ・ザ・リーズン、パネル・セズ。シカゴ・トリビューン、2014年6月29日閲覧。 SEC ホーム、ディミスフィットウェアラブルスコープ、ユナイテッドステイツセキュリティーズエクスチェンジコミッション、2014年6月29日、閲覧。ABC アントンルート、ミスフィットウェアラブルス、クラウドファンディングキャンペーン4社員、ニアーズウェンド、クラウドソルシング、2014年6月29日、閲覧。ミスフィットウェアラブルスレイゼス15ドルミリオン、ヒンツアットニュープロダクト。 ヒストックコネクト、2014年6月29日、閲覧。The Next b i g t h i n g s Inwearable Tech.CNBC、2014年6月29日閲覧。AB, Misfit Shine Review.Gadget m a c 2014年6月29日閲覧。KT f e r r e n b a c h A Week e n d With Misfit, S Shine, a n a c t i v i t y Tracker for People Tired of f u g l y フィットネスガジェッツ。ギガム。2014年6月29日閲覧。AB カエルバナマート。ハウザミスフィットシャインリーニャベンツホワット。A フィットネストラッカーシュット BE。ワイヤーイアド。2014年6月29日閲覧。マシュジェーベルベレーレ。アップルハズエチンウェアラブル。テック。フォーマー CEO ジョンスカーリ。CNBC。2014年6月29日閲覧。 ありがとうございます。